皆さんこんにちは。さよなら物語でおなじみの堀ちえみさん、内臓が大出血で緊急搬送され連続手術を受けた実態、眼瞳病中に襲われた悲劇の全貌、7人の子どもの現在や家族と絶縁した理由といったさまざまな謎について紹介します。まずは堀ちえみの経歴とプロフィールから紹介します。堀ちえみは日本の歌手、女優、タレント。本名アマゴチエビ、旧姓堀、芸名は本名のちえみを平かり名標印のちえみにしたもの。大阪府堺市東区出身。ホリプロを経て松竹芸能所属。実子5人、現父の連れ子2人の計7人の子供がいることでも知られる。1981年に開かれた第6回ホリプロタレントスカウトキャラバンの優勝をきっかけとして芸能界入り。このオーディションの模様は全国放送され、終了直後に通っている学校の教師から電話がかかってきたが、その内容は学校に無断でテレビに出たことに対する叱りの電話だった。オーディション翌日、ホリプロ社員を交えてデビューについて話そうとしたところ、両親に芸能界入りを反対されたため泣きながらどうしても芸能界に入りたいと主張した。それでも両親から断固反対されたが、祖父の説得により無事芸能界入りが決まった。1982年3月に潮風の少女メル志木でアイドル歌手としてデビューする。なおデビュー当時のキャッチフレーズはグッドフレンド。堀の代表曲としては1983年さよならの物語、1984年クレイジーラブアイのランナー、1985年リボンなど。また同期生のデビューでは小泉京子、松本伊代、早見優、石川秀美、三田寛子、渋垣隊、中森明菜がおり、花の82年組とも言われた。さらに1984年末の第35回 NHK 紅白歌合戦には東京シュガータウンで初出場を果たしている。1983年に TBS 系列で放送されたドラマ「スチュワーデス物語」で大映ドラマ初主演し、本作のヒットにより一躍人気アイドルの仲間入りをした。劇中での共感、私はドジで間抜けでのろまな亀です、だけどスチュワーデスに絶対なるという気持ち、共感が大好きだという気持ちは誰にも負けませんのセリフは流行語になり、翌1984年に新語・流行語大賞候補に押され大衆賞を受賞した。このスチュワーデス物語以外にも「スター誕生」や「花嫁衣装は誰が着る」でも主演し、少女がいじめや冷酷な仕打ちに耐えながらしまいに幸運を手に入れるという、1980年代の大映ドラマを象徴するキャラクターを演じた。ドラマの出演依頼はたくさんあったが、当時本人は歌手業に重きを置いて活動していた。しかし徐々にレコード売り上げが落ち、年下の後輩アイドルたちも現れたことから今後について悩むようになった。この様子に慌てたホリプロからニューヨークへの歌留学を提案された。いろいろ考えすぎた結果急性胃腸炎になり病院に運ばれたが、マスメディアに拒食症で入院などと報じられてしまった。前述のアイドルとしての悩みに加え、上記の報道により実家にマスコミが押しかけて家族に迷惑がかかったことから芸能界引退を決意した。1987年3月、20歳の誕生日を迎えた直後、堀自ら電撃的に歌手活動を含め芸能界を引退することを表明した。1989年松竹芸能に所属し芸能活動を再開する。大阪の外科医の男性と結婚。1990年に長男、1992年に次男、1993年に三男と三児を設けたが、1999年に離婚。2018年6月頃、舌の裏側の小さな口内炎に気づき通院治療を続けていたが、当初は2016年から患っているリウマチ治療薬の副作用ではないかと診断され、別の医者からもビタミン B 不足ではないかと判断されていた。7月に一旦症状は治まったが、10月に入ると大きな口内炎が再発。それ以降は痛みがひどくなる一方で、年明けからはさらにしこりが増加して会話や食事も辛くなり、激痛による不眠にも悩まされていたという。2019年2月19日、自身のオフィシャルブログにて
膀胱がんにかかりステージ4と診断され、左首のリンパ節にも転移していることを公表し、同日に入院。当面は芸能活動を休業して療養に専念するとした。2019年2月22日に受けた11時間に及ぶ手術では、頸部リンパ節や舌の6割を切除し、太ももの組織を移植する舌の再建手術が行われた。同日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへに、入院前の収録でゲスト出演しており、病気の経緯を詳細に語った。25日 ICU から一般病棟へ戻り、26日には術後初めて本人が自身のブログを更新した。3月16日、外泊許可を得て一時帰宅。3月26日に退院。4月15日、検査によって新たにステージ1の食道がんが発見されたことを公表。16日、内視鏡による切除手術を行った。24日、退院。病理検査の結果、食道がんはステージ0の初期がんと判明。2020年1月3日、芸能活動復帰を報告。同月7日放送の徹子の部屋が復帰後初仕事となった。2020年8月23日、24時間テレビ43にて手術後初の歌を披露した。以降メディア出演や講演活動、ブログや書籍を通し、がんの実体験を精力的に伝えている。2001年、子供の夏休みに家族でグアム旅行に行った帰り、突然腹部の激痛に襲われた。特発性重症急性膵炎を発症。3日間が山と言われ、一時重体となった。その後持ち直し、1ヶ月の絶飲食を経て回復した。2017年3月28日、自身のブログにおいて1年前から初期のリウマチと神経障害性疼痛を患い、投薬治療中であることを明かした。2018年5月4日放送の爆報ザフライデーの中で、特発性大腿骨頭蓋死症を患っていることを告白した。2018年7月24日、自家用車の運転中、交差点で信号待ちをしていた際に後続の車に追突される追突事故に遭った。その際、首に強い衝撃を受け、都内の病院を受診。頸椎捻挫の診断を受けたため、大ごとを取って数日間入院した。2019年1月21日、半年間続いていた舌の痛みが耐え難くなり、都内の大学病院を受診。検査の結果、ステージ4の舌がん。右のリンパ節への転移が見つかる。自身のようにがんの発見が遅れる人を少なくしたいとの思いから病気をブログで公表。2月22日、舌の6割超とリンパ節の切除をし、太ももの組織を移植して再建する大手術を受ける。2ヶ月入院し、2019年3月下旬に退院が決まるも、退院に向け受け胎の検査で食道がんが見つかる。早期だったため、4月に内視鏡による簡単な手術で治療は終わる。舌を一部切除し再建したため、元通りにはしゃべれず、発音や発語に障害が残る。しかし復帰したいとの強い思いから、デビュー40周年のコンサートが明けるようボイストレーニングに通っている。舌がんの術後、スチュワーデス物語が縁で日本航空から見舞い品が所属事務所に届いたことを自身のブログで報告している。松竹芸能に所属したのはスチュワーデス物語から、親交のあった春安子に誘われたからである堀ちえみさんですが、3回結婚をされています。まず1回目が堀ちえみさんが22歳の時、1989年に奈良県の開業医の男性と結婚されています。堀ちえみさんの初婚での子供は計3人いらっしゃいます。1人目が長男のスバル平さん、年齢は1990年生まれのため34歳。大阪の清風高校を卒業し、近畿大学文学部に進学したが中退。現在は会社員をされています。2人目が次男の健太さん、年齢は1992年生まれのため32歳。奈良の西大和学園を卒業し、京都大学理学部生物学科に進学。3人目が三男の永山さん、年齢は1993年生まれのため31歳。大阪学芸中等教育学校を卒業し、立命館大学法学部に進学し、2016年から社会人になっています。2000年に加藤茂樹さんと結婚されています。
堀ちえみさんの2人目の旦那は出版やしろやまと警告社の編集長をされていました。堀ちえみさんと加藤茂樹さんの間には子供は2人生まれています。4人目が4男の楓樹さん、年齢は2000年生まれで24歳。高校生の頃からダブルスクールに通われていたようですが、現在何をされているか不明。5人目が長女の歳月さん、年齢が2002年5月生まれで22歳。高校を卒業したばかり、大学に行かれているのか不明。2010年9月に現在の夫である天子勝則さんに出会っています。天子勝則さんはもともと堀ちえみさんの大ファンということでした。堀ちえみさんにとっては天子勝則さんの子供は実子ではありません。ただ子供としては1人目の旦那、2人目の旦那の子供と合わせると7人いることになります。長女の真由さん、年齢は1997年生まれで27歳。2019年に大学を卒業され、現在は社会人。長男の仁紀さん、年齢は1999年11月生まれで24歳。2018年4月から大学に進学、現在は大学生。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。